何かあったっすか。おはようございます。本日11月の12日練習ですけども、気合入れてやっていきたいと思いますけども、まずは本日の動画、シーズン後半クラブ選手権以降ですか、名場面集を皆さんにお届けしたいと思いますので、大阪桃次郎の名場面集を見てソフトのモチベーションをぶち上げていってもらったらいいと思うんで、はい、それでは名場面集へどうぞ。開会式の意気込みを教えてください。絶対負けねえです開会式が負けないこと、絶対負けねえです開会式負けないってこと、なんと贅沢。あとフルカウント、さあフルカウントから頼む。うわ、この時ドレンさん 2-2 と思って、これでフルカウントと思ったらしい。ああ、そうなんですってことはこれで押し出し、押し出しです。おおおお、言うてましたねじゃあノーアウト1、2塁で、ここがね、ツーボールからサードのタクトさんがナイスプレー、ナイスプレー、サード踏んで、これでダブルプレーですよ。ツーアウト2塁になります。デンソーも多分この回すごいね、勝負だと思いますよ、松本選手から。お、大ちゃん、うわ、ナイスプレー、これは本当でかい、素晴らしいプレー、これでかいですね。でかいですよ、これ松本選手出てたら分からなかったですね。どうなる、ストライクから、あ、ナイスボール、素晴らしい、最後頑張りました、もう天を仰いでました、ジョシュ。さあなんとか初戦取れましたね、桃次郎、ナイスゲーム、ね、ピッチャー岡崎がバッターを兼ねます。お、完璧完璧、ちょっとかぶって見えませんでしたが、打つ瞬間で初球、やはり一振りで決めましたね。ナイスバッティングだ、まあ、自分を楽にする上でも大きい点ですね。ナイスバッティング、それでもうとにかく塁に出ることを一番と考えな、まあそこですよね、そこにバッター陣は狙いを定めて、今のワンボールからここは外ね、ピッチング見ても、わー、これはもう、もうサンタ見てなかった、早すぎて、フルカウントまで持ってってるんだけどね、いいカウントまで持ってってるんですよね、もう流れ的には向こうだったんですけどね、ここを一振りで変えていくと、で、ここで岡崎健人、ナイスランと、このワンプレーは、桃次郎に勇気を与える。一番には回したくない 2-3 からショット抜いたライズですかね、ショートゴロでゲームセット、勝ちました。4節最終戦、2ボールから、お、ちょっと寄って振り切りましたね。前日ちゃんと健二さんとね、これ、うん、考えてやらないとって話です、お店にしましたもんねずっとね、これ記録しとったんで、ね、頭の中でインコース何割やとか、酔った分真ん中にしたってね、感じやったね。やっぱ俺左ピッチャーやっぱ苦手やから、うん、あの左のクロスファイヤーを打てるイメージが、カウンプはやめて、はい、お、お、入りました、弾丸ライナーで松本選手、なんとここで一発出る。でも一番サンタがこの試合はいい打席を作れてたからね、うん、素晴らしい、ナイスバッティングです。5対1、まだ4点ありますけどね。さあでもなんとかこれで流れ変えてほしい、まだ分かんないですから。当たる角度によったらもう全然、うん、打球の方向は違うわ。一番片岡選手を三振に打ち取ります。ああ、これがね、やっぱりね、右バッター相当遠く感じるから、こちらもパシフィック遅れば芝選手下位打線ということもあってしっかり振らせます。絶対アウトが必要。さあでも押し込んでいきましたね、
すごい丁寧やったね。9回裏これが逆に説明の状況から スイングです。でも三振取れるピッチャーやからね、ケント。ここもしのぎました。しのぎましたよ。はい、次3番小原、初球甘い、取りに行ったライズだったんですかね。大きい一発、最高、ナイスバッティング小原、素晴らしいの一言であります。畳みかけれましたね。やっと点が取れました、大阪文次郎。それで、この時点で4点取ったんで、全日本総合全国の予選を勝ち上がった精鋭たちが集まる、だからもうリーグの垣根もないと、もう本当に一般チームの方々、クラブチームの方々、実業団の方々がもうガッと集まった、もう本当のいわば最強を決めるの大会ですからね。三振のムーブですね。ムーブです。これがこの、そしてガチアツシ、がっつりアツシからの、ここも三振の、ここも三振の黄金ムーブをかましてきてるんですよ、はい、助手が使い分けというか、そこら辺にも注目しながら、絶対に負けられないこの4試合どうやって戦う皆さんっていうね、そういうあの観点でも見ていただければと思います。うん、回転というか落ち方しますもんね。そうなんですか。走って、おお、超いいボールやったんですけどね、山内投手。山内投手ってちゃった。まあ一個ずつ取っていきたいところですけど、おお、素晴らしい。女子の一個強みは三振やっぱ取れるところですよね。そうですね、ピンチでも三振取れるっていうのは大きいですよ。さあワンアウトになって、やっていきましょう。ありがとうございます。頑張ります、はい、じゃあ高谷さん、はい、最後に、ま、見てくださってる方に向けて今日の一言、今日の一言、はい、しっかり今日も一日生きよう。ありがとうございました、力強く生きていきますということで。これ何したやったかな、当たってんのにな、はい、きっちり打たれるし、これがねピッチャーマウンドのとこでブンタの送球が跳ねるんすよ。それで球が浮いてタイミングは結構取った感じ、アウトやったけど、かったですけどね、やっぱあそこでやっぱりなんかついてない感が出ましたね。ついてなかったですね。ほんまにドストライクを何としても同点それ以上にしなければならないという状況なので、これワンボールからですね、打つ、抜ける、同点です。ブンタも足早いんでね、外野に抜ければ1点というところで、ナイスバッティングですね。さすが、さすがです、さすがです、言ってますよ。5番ドニーさん、おお、これはこれ初球やったっすね。ずっと最初チェンジチェンジでいって、このこれもチェンジチェンジ、これを待ってたっすね。いいね、これがベテランのあれっすね。やっと出ました、ドニーさん。おお、なんか言ってる、チンチン侍か、チンチン侍、今年1号か。おい、そうやって2節打ってなかったっけ、2節打ってたっけ、忘れた。かっこいい日本、決まった。バッティングするんですか、初めてですよ。ツーストライク追い込まれてますね。おっと、おお、嘘を言ってますよ。ジョシュ打てたのっていう、1年間で一番綺麗なホームランをジョシュが放ったという、す
晴らしい。もう自ら点を取っていくという、みんな打てよというメッセージもあるかもしれませんね。これはなんか、まあ、豆知識によるとなんか2年ぶりの打席とかそういう噂も聞きましたけど、折れて、折れて。名場面集いかがだったでしょうか。また来年いい場面を見せれるようにチーム一丸となって頑張ります。よろしくお願いします。年間大賞なんですか、木田さんの年間大賞あんた、まあ、どういうことですか。 あなたでいいよ。もう1個選んでください。年間大賞。年間大賞、年間大賞パッと僕の中では花骨折ですね。もう忘れとったそれ。まだ腫れてる。いや腫れてないですよ。多分曲がってますけど、多分。あ、ほんまやな。多分言われてちょっと曲がってんな。もうええんちゃうかな。よし、行こう。トレーニング。